大島さんが後輩たちとこう接するにあたって自分でこう気をつけていることだったりとか考えている部分のところがあったら教えてほしいなと思うんですけど。そうですね。何も気にしてないですね。<laughs> <laughs> <laughs> 何も気にしてないんで何とも言えないですけど、うん。そうですよね。まあ特に今なんてあのコロナで。 外食もいろいろできないんでそれまではねちょっとご飯連れてったりして喋ったりとかしてましたけど本当に今グラウンドの中でぐらいしか喋る時間もないのでまあそういった時に聞かれたら結構答えますね僕はあんまり自分からこうしろああしろっていうのはどちらかというと言わないですね、まあ、ほん言うのは本当に周平とかあの辺ぐらいですねネ尾ぐらいですねはい。 ご自身の自主トレにも一緒に来ている2人ですけど、はい、まあ彼らのこのオフの取り組みからずっと見てきて、はい、今年の2人の結果、はい、これはまあどういうふうにご覧になっているかなと、ねまあ、周平なんかはうん、まあ、簡単に言ったらそうですね料理しようとするのに卵と牛乳しかないみたいな感じですね。<laughs> <laughs> ちょっと具体的にその、はい、まあいろんなこう食材がないとご飯作れないじゃないですか、まあ、野球をやる,やるのにもいろんなこう準備してやらないといけないんだけどまあ彼の場合は卵と牛乳しかなくなら何作ろうかなみたいな感じの状態で、まあ、シーズン入っちゃったっていうのもあるしまあもちろんトレーニングもしっかりやって体も作ったんですけど そこでで止まっっちゃったんで最初やっぱり自主トレの時にバンってやってますけど落ちるんで落ちるの前提で作ってるんでそれをなるべく落ちないようにこうやってやっていくんですけどまあ多分あの辺で終わっちゃったからストーンってこうやってもう落ちちゃったようなまあ1月自主トレやったしこれで大丈夫だろうぐらいなまあちょっとね一昨年結果も出たし余裕じゃないですけどそういう部分が。 心の隙があっったんじゃなないかなってそこは本人の中でも、まあ、今年1年やってみて多分足りないところっていうのは気づいたと思うんでまあ逆にこう大島さんの場合はそこの体調管理っていうんですかね、はい、自分の中でこうキープして落ちるところもちゃんと考えながら筋トレとかっていうのもなんかされてるっていうのを聞いたことあるんですけどあの全部僕が正しいわけじゃないんであの 一概には言えないですけど、それをなるべくやっぱならないようにはすごい気をつけてやってますし、それやっててもやっぱ調子悪くなる時もあるんで、そういう時になるべく早く元に戻せるかっていう感じですね。もう本当にその繰り返しだし、うんだと思いますはい。まあレギュラーと呼ばれる選手、一流と呼ばれる選手はやっぱりそこの好不調の波が少ないのが、はい、特徴なのかなって思うんですけど。 そうですねやっぱりそうだと思います僕も好不調というかやっぱり自分の実力をやっぱ何年も続けて出せるというところが本当の力だと思うしそれをね続けていかないといけない,いきあの生き残っていけない世界なのでうんそれは、まあ、本人たちも自覚 してるんじゃないかなって僕は思いますけど。あのネオくんはどちらかというとすごいいい食材が揃ってるのに料理作ってはいできましたってやったらあれなんかあんま美味しくないなみたいな。だからまあ彼はちょっとやっぱまだね本当に僕も三年ぐらいはかかるかなと思ってたんで。 うんもうちょっと料理の仕方を勉強した方がいいかなっていう感じですね、僕の中では。今の3年っていうのは、えー、高卒から入った去年うん、去年1年目やったんで、自主トレを、はい、まあ3年ぐらい見てくれっていうことは、もう最初から言ってたんですけど、うん、そんなすぐには無理だよっていうことも言ってて、まあ、一応、いろいろアドバイスは島、今シーズンもずっとして。 あのしてきたんですけどどちらかというと、まあ、アドバイまずはしっかりあ秋季キャンプやったと思うのでその話も聞いて、えー、その話を聞いてからだと思いますね僕も。あのそれ結構多分まあ、そのやってたことをどうだったって聞いたんですけどいや結構洋平さんが言ってることと似てる部分多かったですって言ってたんで。 まあ実写で入ったときにやりながらもうちょっと細かく聞いていけたらなとは思ってます。彼に今一番足りないもの、<laughs> はい。それ技術面でもいいですし体力面でもいいし、はい、精神面でもいいんですけど、これを大島さんはどうなだと思われますか。いやもう間違いなく技術面だと思います僕は。やっぱりねあのすごい身体能力高い子なんでそれだけで野球やれてきちゃったと思うんですよね。あのでもその。 いいピッチャーとかいいあの対戦したときにそれがなかなか出ないときに自分のこう引き出しがあんまりないんでうんそういうところを磨いていければあのもっとよくなると思うしまあちょっとこれは本人にも言いましたけど自分の形にこだわりすぎだっていうあのやっぱ打席に入ったら崩されようがあの何しようが。 い野手がいないあの守ってないところに打たないといけないのでそれがホームランで結果ホームランでもいいしどこに落ちてもいいしっていうのは言ったんですけどでも本人の中では自分が100%のスイングができれば結果出るって思いすぎちゃってるからそれにこだわりすぎてうん失敗が多い。うんなんで その自分のスイングにこだわるのはもうとにかく練習っていうのはこだわっていいと思うんですけど試合はやっぱり相手のボールをどれだけ自分のタイミングで打てるかなんでそういった部分をもうちょっと言っていこうというかまあちょこっと言ったんですけど教えてっていっあげればなと思いますねやっぱり大島さんもこう一軍に定着していく中でその失敗を、はい。 縦にこう自分の実力にしていくっていう多分なんかそういうのがあったと思うんですけどやっぱりあの打席に立ってピッチャーと1 8ルぐらいの間隔を自分でやっぱつかまないと続けてね結果っていうのは出ないと思うしいくら練習でバン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 打てたところで試合で打てなかったら意味がないんでまずはあのピッチャーとバッターの距離感の中で。 しっかり自分のスイングができるようにするっていうところが目標ですね。失礼ながら大島さんが今のそういう考え方を持てたのって、はいはい、どれくらいのタイミングですかそうですねやっぱりそのタイミングっていうのをちょっと掴みかけたのは3年目じゃないですか3年目で初めて1年間試合に出てもちろん自分が調子いい時悪い時はありましたけど。 本170本近くヒットを打った時にあこれぐらいの球ってこのタイミングで打つんだっていうのを自分で体が覚えたような感じですねただそれを別に自分がその時は分かってなかったしなんでまあ結果が出たり出なかったり年がバン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 続きましたけど、まあ、そういったところをいろいろ考えていったらちょっとずつ安定しだしたっていう感じですね 後輩たちにいい意味でこう、はい、葉っぱをかけると言いますか、はい、まあそういうふうにこう声をかけることって、はい、これ僕は一社会人としても簡単にできるようなことではないのかな、もちろん彼らの考え方もあるし、はい、そこら辺っていうのは大島さんどういうふうにいつもこう考えてそこらへんは、僕自分から声をかけるときはもう多分本当に困ってるときですね、あの見た感じ、はい、もうどうしようもないなっていうときに言いますけど。 それ以外ちょっと少々ダメな時はあんまり何も言わないですね僕も。もう本当にどうしよう,迷,もう迷いすぎてるような時は言うけどそれ以外は結構基本あのほ放ってますあの。やっぱり僕が言って戻るっていうよりは自分で気づいて戻ってほしいんでそれまでは結構我慢しますね。逆に自分が若手時代の頃ちょっと、はい、ああ今なんか。 調書ありなみたいな時とかあったってなった時に、はい、逆に先輩とかにそういうふうに自分から聞くとかするううことがあったりしました。ああ、んまりなかったですね。はい。そこはやっぱりって考えると、そこは自分の中でどこか解決しようというか、はい。まあやっぱり練習しましたねその時は。はい。は練習して自分でこううん。 ああこの感覚ならいけるかなっていうものを掴んでからやっぱ試合にこう臨んでたっていう感じです、ね、もうじゃもうそこまではとことんとにかく練習するっていうのがまあ自分の中での答えだったというか、はいうん、今チームにはまあ大島さんの先輩の野手としてはまあ福留さんいらっしゃいますけど、はい、こう福留さんの後輩の接し方っていうのは大島さんにはどういうふうに映ってますかいや本当に ね、あれだけの選手の方ですし、がなんていうんですかね、すごい教えてくれるんで、いろいろありがたい話じゃないですか、うん、若い子からしたらあんまり僕は言われないですけどね、<laughs> <laughs> <laughs> たまに言われます、本当に本当、はい、ちょっとこうなってんなって言われるんですけど、あちょっと自分でも分かってるんですよっていう話、いろいろ。 なんかそうなっちゃうんですよねって、まあ、疲れだなって言われますけどなんかこう福留さんご覧になってて、はい、僕留さんも長く視力をはらわれてた方じゃないですか、はい、こう練習方法だったり調整方法だったりご自身が見習う部分とか,なんかそういう部分ってあったりするんですかよよく練練習習ししまますすね本当にて もうその先輩が練習してたら自分もそういう風になりますよね。ならないといけないですよね。僕はあんまでもグラウンドでやるタイプじゃないんで今特にあんまり多分若い子はあれにし習やってないと多分思ってますよね知らない人は。あんまり大島さんはこう努力してるところを見せたくないとかそういうのはありますか 見せたくはないです <laughs> 見られたくないですあんまり。あんまりみんながこうやってるところで練習するの好きじゃないんですよ。一人でやって、うん、ななんていうんですかね一人の方がこうが集中してやれるじゃないですか合わせる部分はバッて合わせれるんで<の>やるときは一人でやりたいなって思ってやってますね一人でやりたいときあるなって思うんですけど、はい、なんかパフォーマンス的に見せてやらなきゃいけないなって思うときもあるなと思ってあやっぱまあそういう時もやすね。うん ありますけど、そういう時はちゃんとやってます、はい、うまく。はい